はい、高橋人です。 SBC ドリームテニスツアーファーストステージは残念ながら3連敗で終わってしまいました。悔しいですね。今回やった3人の選手は普段海外で、ね、海外を主戦場に戦っている選手たちだったんですけど、まあ、やっぱりその選手たちに対して最後取り切れないところがやっぱりまだまだ課題だなと思いました。まあ、でも裏を返せばあとちょっとだった、もう少しっていうところが多くあったので、その状況判断をもっとこう変えたり頭を柔軟にプレーができれば、まあ結果もこれから変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、今海外行ってない状態で国内で活動している中で、むしろこれだけ戦えたのは自分の中では大きな収穫でした。プラスに捉えていいと思います。まあ、でも最終的に取り切れなかったってところはやっぱり自分に課題があるので、まあ、しっかりこれから勝てるように練習だけじゃなくてそのもっとこうシミュレーションしていったり、まあ、それは結局実戦やって離れしてっていうところだと思うので、もっともっとその一戦一戦最適解を出せるように試合頑張っていきたいと思います。最後まで応援いただきありがとうございました。皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた会いましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今 YouTube 撮ってたら、いやもうちょうど終わりました。Let's go down the Insta page.